AKB マジスカ学園関東ローカルに格落ち。秋元康弱音。AKB48 グループが出演する連続ドラマシリーズの新作マジスカ学園を日本テレビが関東ローカルに格落ちしたことについて、プロデューサーの秋元康氏が今の AKB の力ではこれが限界と弱音を吐いた。同作は HKT48 宮脇咲良、AKB48 島崎遥香のダブル主演で20日にスタートする不良学園もの。過去3作ともテレビ東京系の24時台で全国放送されていたが、今作から日本テレビの25時台に引っ越し、放送時間もこれまでの41分間から30分間に短縮される。特にネット局の縮小はファンから戸惑いの声が殺到。秋元氏はライブトークアプリ755で3日、なぜ関東ローカルだけなんですかとのファンの嘆きに対し、誰も好き好んで関東ローカルにしません。全国にネットできないのは AKB にまだ力がないからであり、僕に力がないからです。理由がはっきりしている以上誰かのせいにはできませんなどと辛い胸の内を明かした。地上波の連ドラが局を変えることは前代未聞、時代劇を除くと前例がありません。関係者はたまたまテレ東での放送枠が空いていなかったためとしていますが、旨味のあるコンテンツであれば局がみすみす手放すようなことはしませんし、 AKB48 サイドも不義理は避けたいところ。しかしかつての神がなメンバーがメインを務めた1から2作目の全話平均視聴率が 3% 台後半とまずまずだったのに対し、次世代メンバーと呼ばれる若手をメインに据えた3作目は 1% 台に落ち込むこともざら。全話平均は 2.6%、 ビデオリサーチ調べ関東地区と振るわなかった。また昨年新月クールで放送された大和田奈々、川坂絵里奈、高橋樹里のトリプル主演セーラーゾンビ、テレビ東京系もアーケードゲームと連動して盛り上げようとしたものの不発。全盛期を過ぎた AKB48 のドラマに世間が目を向けなくなっているのでは。芸能ライター作品自ら学芸会の延長と歌うマジスカ学園シリーズ、最新作はかつての勢いを取り戻すことができるだろうか。なおマジスカ学園シリーズを放送していたテレビ東京ドラマ24枠では10日から麻生久美子主演、ケラリーノ・サンドロビッチ脚本の怪奇恋愛作戦が放送される。秋元康が AKB48 の現状について弱音を吐いたとか。とは言っても AKB48 主演ドラマが関東ローカルでの放送であることをファンに問われ、今の AKB の力ではこれが限界と発言しただけみたい。うん、 AKB48 ってもうピークは過ぎて今から下り坂って感じですよね。秋元康氏にはここから盛り返す計画みたいなものがあるんだろうか。秋元康氏、 AKB の力不足嘆く。今の力ではこれが限界。 AKB48 グループの総合プロデューサー秋元康氏が3日、トークライブアプリ755で今月19日から日本テレビ系でスタートする AKB48 主演ドラママジスカ学園4が関東ローカルでの放送であることをファンに問われ、今の AKB の力ではこれが限界と嘆いた。同ドラマの企画原作を手掛ける秋元氏は、なぜ関東ローカルだけなんですかというファンからのコメントに対し、 AKB の力がないからでしょう、誰も好き好んで関東ローカルにしません、できれば全国ネットにしたいし、もっといい時間で放送したいし、30分ではなく1時間番組にしたいと返答。続けて、でも今の AKB の力ではこれが限界だと思います、AKB にもっと力があれば自然にそうなるんですと現状の同グループの力を嘆いた。放送作家を39年間務めてきた秋元氏は、その間に悔しいことはいっぱいありました、でも文句も言わなかったし誰かのせいにもしなかった、全て自分のせいだからですと自身の歩みを振り返った。さらに秋元氏は自身の経験と同グループの現状をダブらせ、全国にネットできないのは AKB にまだ力がないからであり、僕に力がないからですと自戒した。最後に秋元氏は、理由がはっきりしている以上誰かのせいにはできません、もっと
頑張るしかありませんと、さらなるグループ躍進を見据えて意気込んだ。同ドラマは2日深夜に放送された同局系アクビンゴの特番で主要キャストが発表され、 HKT48 の宮脇咲良と AKB48 の島崎遥香の2人がシリーズ初の主演を務めることが決定した。